Alright, we'll start with questions in English first, please. Who wants to go? Congratulations on your win, Kate. The first set was very close at 1 point. Valentino was on serve for the set. What made the difference for you to come back? Yeah, it was a really tough start because he was playing so aggressive, and especially this indoors, you know, if you hit it really smooth, you know, it's tough to play. But you know, I was waiting for my chance, my opportunity for last few games in the first set, and I had so many break points and couldn't take it. And last game, he got a little bit tight, and you know, I took some chance, and after that I was playing much better, and I see he was getting more tired in the second set, so tried to raise my level, and really tough match. But especially I didn't play wasn't my best tennis, so but it's good to win like something like this. When you had 9 break points in the first set and you couldn't convert, was that a bit of a worry for you that maybe you might miss an opportunity to get in the lead against Benito? Yeah, I mean, it's definitely tough when you have so many chances, and especially I was down 4-3 and 5-4 and couldn't take my chance. But he was hitting good serves and couldn't do anything sometimes. So, you know, tried to stay there all the time, and maybe I should do something little change. But I mean, overall, I got first set, so you know, happy to win with tough game. This year we had one of the best crowds we've ever had for a final. So how was that experience with that crowd? Yeah, I mean, it's not just today. Yeah, I think whole week was almost packed, and it was really really proud to play with this crowd, and especially you know, it's not my country, and yeah, so many people show up, so it was very also fun to play, you know, with this crowd. And I always, you know, do well here, so I really like this moment. Any other questions in English? Good. Japanese? Yeah, 大事だと思います. まあ悔しい敗戦をした後、しっかりこうやって優勝することができて、特に今日の試合、本当最初もう負けたなと思ったぐらい彼が良かったので。 まあ続かないとは思ってたし、まあ願ってましたけど、こう徐々にチャンスをつかめて、こうやるべきことも徐々にこう明確になって、いいプレーが特にセカンドセットは出始めたので、すごく意味のある優勝ですね。 英語でもありましたけれども、ブレークポイントあれだけ守りきれなかったんですけど、あのあたりはどういう心境で戦ってたんですか？ブレークポイントなかったんですか？まあデュースが長く続けば続くほど、まあそのゲームを取られたとしても次のゲームに絶対チャンスが来るし、まあ相手の寂しいゲームで、少しずつ相手にプレッシャーを与えれたら、まあいいなと思ってこう。 毎回やってますけど、やっぱりあれだけ取れないと、もちろんイライラもこう徐々に達してきますし、少しずつショットに自信が出なくなったり、何をしたらいいか分からなくなってくるので、まあちょっと5-4のゲームは相手に助けられたところもありましたけど、こうあの 長い2ゲームがあってこそ 5-4を簡単に取れたと思うので、少しずつの積み重ねで、その1試合を戦うことができているので、
こう、まあ、タフな試合でしたけど、セカンドセットは特に、まあ、自分に流れが来てたと思うので、良かったです。なかなかちょっと今日はフリーポイントがあんまり取れなくて、少し やりがみたいなのがあったのかな。そうです。まあここは特にこうウィーナーが取りにくいので、結構こう、この何試合かで直すところっていうのを、しっかりこうコーチと話して、最後打ち切るというか決め切るっていうのを、結構課題に今日も入ってたので、まあ、この遅いコートと、まあ、ボールもなんとなくこう飛んでいかないので、まあ、お互いストローカーなのでなかなかこうイエスだったりウィナーが取れないのは分かってましたし、まあ、こう長いラリーになるのは分かってたので、まあ、気持ち的には準備はできてました。ある程度、まあ、勝った当たり前というか第1シードというそういうポジションが入ってきて、でもなかなか本命だと気持ちの切り替えが難しいと思われていて、優勝を振り返った時に自分でどこが一番こう自分で誇りに思うというか、まあ、自分を褒めてあげたいというか、そういうところになりますか。いや、まあ、やっぱり今日の試合をまあ、もちろん決勝なので一番タフな試合でしたし、こうもう彼のテニスがこうすごい良かったので、特に最初の方はそこからこう逆転できたっていうのと、まあ、このプレッシャーにしっかり勝って、なんか決勝までは気持ち的にも全く考えずにスイスイ来れたんですけど、やっぱり昨日の夜からこう250点がかかってると思うと寝れなかったり、こうプレッシャーもかかってきてたので、まあ、この大切さっていうのは、まあ、特にこの、年の終わりになってくるとどんどんこう何位で終わりたいとかそういう目標も少しずつ見えてくるので、その中でこうプレッシャーと戦って、まあ、こうベストではないにかかわらずこう優勝できたっていうのはすごく価値があると思います。それで、まあ、今日の夜飛んで東京、まあ、東京ではまたその違う意味で地元という期待も多分かかると思うんですけど、コートも全く違う、どういう気持ちで挑みたいと。まあ、ちょっと不安はありますね。その硬くなっちゃうんじゃないかとかなんかこう空気に飲み込まれるんじゃないかなっていう思いは少しはありますけど、まあ、それよりも今はこう自信がしっかりあっていいテニスができて、まあ、コートに慣れることがまずは先決ですけど、まあ、それよりも一番はやっぱり雰囲気に負けないことと、まあ、自分のプレーをしっかり心がけるっていうことが、まあ、あんまり周りは気にせず、周りの目はあんまり気にせず、自分がやれることをしっかりまずはやりたいと思います。先ほどの練習になってくると目標がっていうのか話とか150もさっきも話されてましたけど、今はやっぱり目標というところで4本というのが一番大きなところになるんですか。そうですね、まあ、今年はこんなに今近づいているので、まあ、去年もやんわりと目指してましたけど まあ、最後の方は20位でしっかり終わりたいっていうのに変わってたので、まあ、あと16位ですね。まあ、でも今年はこんだけ近づいているので、完全に狙える位置だと思いますし、まあ、この250点というのはかなり大きいと思います。さっき今年は何位で終わりたいとかいうのが見えてきた何位で終わりたいとかいうのはあるのか何位まではないですけどとりあえずまあロンドンに、まあ、ここまでいろんな人もから今言われるしロンドンロンドンいやまあはい日本でもやっぱりニュースに
ロンドンなんてみんな知らないのにこんなニュースこんなニュースになるぐらい。Last questions, please. After Malaysian Open, what sort of target is set to sell for Shanghai and for Tokyo and for Shanghai? Yeah, for sure that I want to do well in Japan because it's my home country and I'm sure that a lot of you know people come out and cheer for me. So I try to do well there, and also Shanghai's Masters. So you know those two big goals for me to do well. And I think this, I'm sure that this win is going to help for my confidence, and also I show that physically I'm strong and. It's going to be tough traveling, but I hope I can do well. When you went in the court this morning, just now, you feel the pressure. Do you think you'll be able to take the pressure mentally? Yeah, it's going to be a battle myself, you know. I think mentally I have to be strong and focused. There's a lot of outside things going on in Japan, so try to focus, you know, myself and try to do my best tennis I can. バーゼルをバレンシアに変えたのは何ですか？気分転換です。こうメンツをこうなんとなくこう見てバレンシアの方がいいかな。それもあるかもしれない。Thank you very much. ありがとうございます。